ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。今日なんですよね。まあ、動画タイトルを見た方ですね。トロピー、のろけかってね、ちょっと怒るかもしれないんですけども、奥さんを怒らせたカードトップ3というね、タイトルなんですが、まあ、最初に言っておくと、カードに罪はありません。まあ、カードに関連した話なので、まあ、こういう形でお話をしていきたいと思います。まあ、簡単に言うとですね、僕の失敗から学んでほしいな、ということです。第3位はですね、取り消しです。これね、今から結構前のことでですね、僕が大学生の時の話です。まあ、大学生の時に、ね、今の奥さんと付き合うことになったんですけれども、やっぱりね、彼女と同じ趣味を持つっていうのは憧れじゃないですか、一種の。なんで僕も彼女にですね、マジックを覚えてもらって、まあ、一緒に遊ぼうっていうふうに思ってたんですね。まあ、その後、ルールを覚えてもらって、自分で何も言わなくてもですね、まあ、一人でゲームできるぐらいにはなってですね、まあ、ソニーとジェイスのラブラブデッキを作りたいっていうぐらいのね、マジックが好きになってくれたんですね。で、ある日ですね、パックを何個か買って、リミテッドをやってみようっていうことになりました。で、その時ですね、作ったデッキが奥さんが赤系のデッキで、僕が青系のデッキだったと思います。で、まあ、奥さんも結構やる気だったんですけれども、まあ、とは言ってもですね、まあ、実力差はあるので、まあ、2回連続で、まあ、僕が勝つことになったんですね。で、まあ、ハンデつけようかって話もあったんですけど、奥さんも結構負けず嫌いなんで、まあ、手加減されるとムカつくってことでね、まあ、そのまま3戦目もやりましたと。で、奥さんもね、まあ、今度こそ勝ってやるみたいな感じで、ちょっと意気込みもあって、3戦目に臨みました。で、その3戦目はですね、僕がね、マナフラだったかしてなんかあんまりうまく動けなかったんですね。で、結構いいように奥さんとですね、クリーチャーに攻められて、結構ライフも危なくなってきたという感じだったんですけども、まあ僕もね、遅いデッキだったので、まあ徐々に盛り返していくっていう展開になりました。そしたらですね、奥さんがもうすごいドヤ顔して、もうめっちゃいいカード引いたって言いながらですね、確か溶岩噴火だったと思うんですけども、X 火力ですね。X 火力を僕の顔面に向けて、バーって叩きつける感じで出してきました。ただですね、僕もですね、その時、取り消しを持っていて、手加減もするなっていう感じだったので、まあその溶岩噴火をね、カウンターしたんですよね。まあこの時僕もなかなかね、煽り値高い感じでカウンターしたもんだから、もう奥さんもめっちゃキレて、もう怒りが溶岩噴火してましたね。まあ、この時ですね、僕もちょっと大人げなかったんですけども、まあ一緒にね、好きな趣味楽しんでもらいたい時にはですね、まあ手加減すんなって言われててもですね、まあバレない程度にですね、手加減してあげて、まあ試行錯誤の末、勝つっていうね、楽しみをね、教えてあげましょう。続いて第2位ですね。第2位は、梅沢の実手です。まあ、実手って聞くともうすでにやばい感じがすると思うんですけど、3位の出来事からしばらくした後で、まあ、2人でダラダラと過ごしている時に、もうどうしても僕はですね、マジックやりたくて仕方がないっていう時があったんですよ。まあ、奥さんもですね、以前よりもマジック上達してきてですね、まあ、そろそろ一緒に大会とか出てみたいなっていうね、欲も出てきたんですが、当時ですね、僕が持っていた、まあ、大会に出られるレベルのガチデッキっていうのがですね、レガシーのデッキ2つしかなかったんですね。それですね、奥さんも一緒に大会出るっていうのは興味あるっていうことだったので、まあ、この2つのレガシーのデッキで対戦して遊ぶっていう感じになりました。まあそのですね、それぞれ2つのデッキの使い方とかを説明して、まあ、お互いにね、デッキ交換しながら何戦か、まあ、何ゲームかして遊びました。その中の1つのデッキにですね、梅沢の実手が入ってたんですけれども、まあ、このカードうまく使えば強いんですけれども、まあ、初めて見た人がね、使うにはですね、まあ、テキストも長いですし、まあ、書いてあること結構多いので、まあ、なかなかね、使いこなすのが難しいっていうカードなんですよね。まあ、奥さんにもですね、説明はするものの、なんかよくね、あんまりピンとこないっていう感じだったので、まあ、とりあえずはですね、僕が、まあ、うまい使い方を、まあ、実践して教えてみようと思って使いました。まあ、しかしですね、この梅沢の実手っていうカードは、うまく運用されると、小粒のクリーチャーだしかもう全員死んで、まあ、破壊できない限り何やっても無駄っていう感じになっちゃうんですよね。なので、こうやって使うんだよって説明する間に、どんどんクリーチャー死んでいき、奥さんほどどうっていう風になってきました。この時ですね、奥さん的にはですね、まあ、大会に出るのは興味あるものの、まあ、僕と一緒に遊ぶっていうのが好きなだけで、まだですね、本格的なマジックの楽しさが分かる前だったんですよね。僕は結構最初の頃によくある分からん殺しっていうのをですね、まあ、受けて、結構死んで覚えるというのが楽しい感じの性格をしてるんですけども、どうやらね、奥さんはそうではなかったっていうわけです。まあ、そこでですね、僕はね、奥さんを楽しませるのではなくですね、まあ、自分本位のゲームにちょっと付き合わせてしまったっていうことに気づいてですね、謝ったんですけども、まあ、ちょっと奥さんはちょっと不機嫌になっちゃって、まあ、へそを曲げて、当分ちょっと一緒にマジックをしてくれなくなっちゃいました。まあ、ちょっとね、自分の好きが行き過ぎて、相手の興味レベルがどんぐらいあるかっていうので、ちょっと見失ってしまったっていうのはですね、まあ、大きな反省点ですね。まあ、それからハレリアに入社した後は、初心者体験会僕が担当することが何度かですね、あったんですけども、その時はですね、この2つのエピソードがですね、僕の中にですね、いつも頭の中に思い浮かぶようになってですね、この人はですね、マジックのどの部分が面白いと思えるだろうか、まあ、というふうにね、常に探しながら教えるようになりました。はい。そして、第1位ですね。第1位は、モックスサファイアです。1位はですね、これまでとちょっとベクトルは違う話になるんですけれども、奥さんと同棲を始めた後のことで、まあ、結構、比較的最近の話です。ある日友人から、モックスサファイア探してたみたいだけど、まあ、今ね、なんかかなり安くなってるみたいだから、まあ、買っといてあげようかっていうふうに連絡が来たんですよね。まあ、奥さんにですね、まあ、一緒に貯金しようと言われていたものの、これを逃したらちょっと同じ値段では買えないなと思ってですね、ついつい
内緒で買っちゃいました。確かね20万ぐらいだったと思います。まあ、いつもねブラックロータスとか買った時はウキウキしながらツイッターにね買っちゃったっていう感じでアップするんですけども、今回内緒なのでねツイッター上げずに、まあ、こっそり奥さんにバレないように隠してました。まあ、その後ですねしばらくしてグランプリの最大イベントでヴィンテージの大会があるんですけども、それに参加するために、まあ、家でデッキを一人回ししながら調整してました。で、その時ですね、奥さんにその瞬間をちょっと見られちゃったんですよ。しかもちょうど木サファイ広げて、あ、やべえ、見られちゃった、やべえ、どうしようって感じで、ちょっと内心ちょっと焦ってたんですけども、そしたらですね、奥さんがですね、あ、モックスすごいじゃん、みたいな感じで笑ってたので、あれ、もしかして俺モックス買ったの知ってる？あれ、しかも全然怒ってないじゃん。え、もしかして大丈夫だった？みたいな。ふうに僕が勘違いしちゃったんですよ。で、それで、まあ、じゃあいっかっていう感じで、ツイッターに、もう草や実は買ってましたっていうふうにウキウキしながら、ツイッターにその写真アップしたんですよ。そしたらですね、実はですね、もう草や買ったの気づいてなくて、ずっとね、僕が元々持っていたものだと思っていたらしくですね、何買ってんねんってですね、ツイッター見て僕にね、めっちゃ切れて怒ってきました。まあ、その時はですね、ほぼ、この人とは俺は結婚するんだろうなっていう段階でですね、もう奥さんは2、3年後に結婚するのがいいなと言ってたので、大丈夫かと思って買ったんですけれども、まあ、実はですね、奥さん的にはもうプロポーズすることを決めていて、まあ、僕でびっくりさせるために、まあ、結婚は2、3年後っていう風に嘘をついてました。嫌なのちょっと驚かれるかもしれないんですけども、僕ですね、僕が奥さんにプロポーズしたんじゃなくて、奥さんから僕にですね、逆プロポーズされて結婚することになったんですね。だから奥さん的には近いうちに結婚式をね、あげたかったみたいで、それでね、僕にね、貯金してほしかったみたいです。だから一緒に貯金しようって言ってたみたいですね。皆さんはですね、まあ、奥さんにバレないようにカード買いましょう。はい。というわけで、奥さんを怒らせたカード、トップ3でした。この動画同士ですね、皆さんに、ね、伝えたいことがあるわけなんですよ。まあ、それはですね、僕の失敗を反面教師として、まあ、同じ失敗をしないでほしいな、ということです。まあ、幸いにはですね、僕はそうはならなかったんですけれども、まあ、マジックがきっかけで彼女に振られたりとか、あとは趣味を理解してもらえなくなるとか、そういったね、不幸なことは起こってほしくないので、まあ、趣味とね、人付き合いはしっかりと折り合いをつけましょう。まあ、今回ね、動画を見て、まあ、トロピ最悪だなとか、まあ、幻滅したとかね、そういった意見もあると思うんですけれども、まあ、これらの失敗を経てですね、まあ、僕も反省して、まあ、改めて、まあ、自分へのね、戒めというね、意味も込めて、まあ、今回動画にしました。まあ、マジックはですね、まあ、うまく使えば、まあ、人とのコミュニケーションにもすごいぴったりなゲームだと思いますし、まあ、人生を豊かにしてくれるゲームだと思ってます。なので皆さんもね、ゲームと人付き合いのバランスを考えて、ぜひね、マジック楽しんでいってください。まあ、ですね、このチャンネルを運営しているハレリアは、全国各地に11店舗を展開する日本最大のマジック専門店です。どこよりもお手軽にカードを購入できるオンラインショップは品揃え抜群。最新のデッキリストや戦略記事も豊富なので、ぜひ概要欄のリンクからアクセスしてみてください。それでは今回は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。すいませんでした。マジック。